私が、男でも女でもどんな役でも完璧に演じこなす完璧に花形夢一座の、看板役者でございます。花形充でございます。よっよっ、今回絶世の美女という設定のある、かわいい、やったサーモン先役を演じさせていただきます中村貴子です。はい、コードネーム犯人は村田教授を演じさせていただきます谷口博之でございます。松宮源也の、コードネーム国有の役をやらせていただきます。ショートマジです。ナゾラ屋さんっていうのは、はい、普段はですね、うん、表向きはこう骨董屋として活動してるんですけど、骨董屋として活動ね、はい、でもちょっとこう裏の顔がありましてね、裏の顔、こう困った人たちがいるとね、こう助けずにはいられないみたいな、なんていい人なの、そういうその裏から誰にも知られないところで人々を助けちゃうっていうね、そういう活動をしているわけです。花形充っていう役はですね、なんかこうなぞらえの中ではすごいムードメーカーな役でして、すごいもうなんだろう、足りないところにこうさっとこう収まるというかね、あー、わかりやすい。そう、もうなんか見てないようで、はい、あ、今ちょっともうなんかこの人悲しんでるなと思ったら、さりげなくこうね、優しさを、あー優しい感じ、フォローしてあげたり、なんというかもう非常に万能な人でね、お、うん、そう、設定自体が万能だもんね、なんでもできちゃう、なんか自分のイメージだとすごいジョーカーみたいな、はぁ、うまいうまい、なれ、何でもなんかこう足りないものになれちゃうっていうような、血液型で言えば O 型みたいなことですか？イエスいいのか、さっくりまとめましたね。サモン、サキ、イワヒメ、の役は、まあ、ナゾラ屋の中での好意一点なんですけれども、まあ、見た目はまあ20代のお姉さんなのかなって見えるけれども、実は実は結構大正時代とかの昔にですね、実験で人魚の肉を食べさせられ、普通の時の流れから切り取られてしまって、あの実は90歳とかすごいくらい生きてるんじゃないかと言われています。一応年齢不詳の絶世の美女って書かれてますけど、ナドラヤを裏でキュッと締めている姉さんですね。お姉さん、姉さん的立場で、でもお母さんではなく姉さん、お姉さん、お姉さん、美女のお姉さん、クールビューティーを、いい言葉、目指していこうと思います。ハンニャーではですね、おっさんでございますね、いい年をしたおっさんなんですけど、だいぶあの自分的にはその年齢に近づきつつあるので、もうぼちぼちこういう役も演じられていいんじゃないのっていうところに配列されたところで、ご教授が来たんでね、デザインが近いよね、印象が、確かにね、忠実に再現できてたらいいなと思ってますけど、それはまたね、ビジュアル面でも、あ、ビジュアル担当ではございませんけれども、ちょっとビジュアル面でもそうですね、3作目で今度の境地どうよって思われるんですけれども、それをちょっとお楽しみしていただければいいなと思っています。はい、黒龍さんですよね、はい、松宮源也さん、はい、源也さんですね、坂東というですね、骨董屋さんがありまして、はい、そこの2階でジュエリーデザイナーをやっております。外見年齢は25歳ぐらい、外見年齢は若い、ちょっとしたプレイボーイで、ちょっとしたね、どんなすごい、どんなすごい、で、まあなんか優しい、優しいね、お兄ちゃん、あーいいですね、優しい、ちょっとしたお兄ちゃん、ちょっとしたお兄ちゃんって何でしょう、ちょっとだけお兄ちゃん、ちょっとだけお兄ちゃんみたいな、頼れるお兄さんみたいなイメージにできたらいいのかな、優しいよね、ちょっと優しすぎますかね、なんか女の子にぬるいというか女の子だけじゃなく今ぬるくなってますね、まあまあまあだいぶぬるくなってますね、今回に関しては、はい、優しい、今回ナゾラヤ3というですね、3ね、開脚ここの絵ちびき、読めないでしょ、あれ開脚ここの絵ちびきだから、漢字難しいですね、変化あまり出てきませんからね、開脚確かにナゾラヤにもね、強敵が現れまして、うん、今回中国の裏組織からの刺客、キャー、五層竜、まあ、五層竜、ね、5つの爪の竜たちが、竜たちがその五層竜がナゾラ屋を攻めてきて、とうとうね、この総本部のお山が危ないらしいじゃないですか、今回ここまで踏み込まれたことはないですから、ナゾラ屋自体が抹消してしまうかもしれないピンチなわけですから、どう覆すんですか、ね、私たちは、そして主人公の凌介のお兄さん、はい、あ、もう戻ってくるんですね、生き別れたお兄さんがとうとう出てくるという、そう12年ぶりでしたっけ、俊介が帰ってくるの、
ね。あ、そうです。実に12年ぶりに。干支が1個回っちゃう。そうですね。ちょうど一周した。謎屋っぽいですね、そういうの。死んでるっていうのね。今回はどんな鉄が回って、どんな謎屋巡るのか。そうですね。楽しみですね。楽しみですね。ぜひ、それは劇場に確かめに来てください。謎屋開脚心得響き。2012年7月6日から8日まで吉祥寺全身座劇場にて上演しております。お楽しみに。待ってます。イエーイ。僕と握手。